マルコフレンサの話を前回から始めてまして、今日がマルコフレンサの2回目発展の話になります。で、まあ発展の今日ですね、えっ、ー、とやりたいのはこの2つの話になります。えっ、ー、と、まずこのギャンブラーの破産という話題があります。で、その中でこの破産確率っていう人ですね、ちょっとあの、大げさな 概念があるんですけれども、まあ、これまあ専門用語でありまして、まあ、この破産確率っていうのは計算できるようになるというのが一つ目の目標です。で、もう一つはですね、この有限グラフ上の単純ランダムを置くっていう、こういう話も割とこの典型的に、このマルコ・フレンスの話の中で出てくるものなんですけれども、えっと、これをあの、勉強します。で特にこの到達時刻と呼ばれるものを考えます。 で、こちらもまあ計算できるようになりたいということになります。で、えっと、まあ、ここでまた中がありますが前回と同じでですね、この講義で扱うマルコフレンサっていうのは、えっと、そのマルコフレンサと呼ばれるものの中でも非常に単純なもので、えっと、せいぜい離散時間、有限状態マルコフレンサと呼ばれるものです。だから、ま、そうでないようなマルコフレンサというものもあるんですけれども、えっと、そうではなくて、ここではそのマルコフレンサとして非常に単純なものを扱うということになります。まあ、それであってもですね、えっと、非常に奥深い あの話があったりするわけで、まあ、今日もその奥深さの一端をお見せするということになるかと思います。はい。で、まあ、復習からやっていくとですね、マルク・フレンスはどういうものだったかっていうと、えっと、まあ、ここにあるような感じでですね、まずこの、えっと、前回やった例では、このある町の天気というのが晴れ、曇り、雨、F、C、R のいずれかであるっていうのは、この中に有限この状態しか取らないっていうふうに、あの、あったわけですね。で、えっと、まあ、このその状態の集合のこと、 とりうるその状態の集合のことをあの状態空間というように、この、えっとまあ、マルコフレンサというか確率過程ってものが言ってということになります。で、このマルコフレンサにおいては、その次の状態がその一つ前の状態だけに依存しているという形になっている。ですね。で、それでその,あの時間発展していく、時間変化していくということを考えるというのが、えっと、 そので定義における重要なポイントでした。で、その確率というのが時刻に,おいて変わら時刻によって変わらないということです。で、そういうふうになっていると、この、例えばその、今日の天気が何,何かあ決まっていると、その、明日の天気が何になるかという確率とか、明後日の天気が何になるのかという確率とかというのが、行列席の形で、えっ、ー、と、計算できるという話を前回したわけです。はい。で、その、出てくる行列というのは、こういうものだったと。で、これ、あの、水位行列とか繊維行列と。 いうふうに読んでいたもので、まあ、行から列へ推移すると。だから今日が曇りで明日が雨である確率っていうのは3分の1ですよとかっていうふうに、まあ、こういうふうに読むんでしたということです。はい。で、まあ、こういうふうに行列で表現することもありますし、一方ですね、こういう図で表現すると、これ状態遷移図というふうに言っていたものですけども、先ほど言った通り、その、えー、と今日がえっと曇りで明日が雨になる確率っていうのはこの矢印。 の確率3分の1であるというふうに、えー、と読むという形で状態遷移図を書くという形になっていたわけです。はい。で、えっ、ー、と、そういうことを、あの、今日使ってきますということになります。はい。では、まずこのギャンブラーの破産という話から始めていきたいと思います。で、えっ、ー、と、こういうような問題です。えっ、ー、と、まあ、一人のギャンブラー、だから、まあ、あの、賭けごとを行う人がいまして、その人も所持金 N 万円持っておします。 まあ、n 円でもよかったんですけども、まあ、n 万円にします。で、えっと、まあ、どんな書きなのかってことは、まあ、えっと、まあ、重要ではないんですけども、その書きを行うことにですね、二分の1の確率で所持金が1万円増加して、二分の1の確率で所持金が1万円減少するという、まあ、こういうギャンブルを行うというふうにしましょうと。なんか、ギャンブルだったらなんか2倍になったり、二分の1になったりしてほしいかなって思うかもしれませんけれども、まあ、そうではなくて、まあ、ここでは1万円増加、1万円減少と。 で、この人はですね、あの、目標金額っていうのを持ってまして、えっ、ー、と、3の万円までですね、えっ、ー、と、増やしたい。だから3倍に増やしたいというふうに思ってるわけです。はい。ただ、まあ、所持金がゼロになったら、まあ、いわゆる、あの、すっからかんになってしまってですね、もうそれ以上、あの、ギャンブルできないわけです。だから、その目標金額 3L 万円か、0万円になったら、まあ、この人、終了、終了、この人終了って言っていかないといけませんね。えっ、ー、と、このギャンブルの、あのー、一連の流れは終わりになると。 ことになります。はい。じゃあ、この人ですね、このギャンブラーさん、この設定においてですね、だから最終的には、この 3N 万円になるか、0万円になったら終わるという形であの、お店を出ていくということになるんですけども、えっと、そこでいろんなことを考えたい。まあ、こういう設定で問題をる。例えば、最終的に0万円になって終了する確率はあのどれぐらいでしょうかこれ、こ確率を聞いてますね。で、これのことをこの破産確率っていうふうに言ったりします。破産確率と言ったりします。 ですね。で、2番目。じゃ終了までに書きを行う回数の期待値はいくらでしょうと。えっと、わかりますかね。<laughs> えっと。 終了するまでに書けを行う回数の期待値はいくつでしょうと。だから、えっと、まあ、これいつか終了してほしいかなって思うんですけども、まあ、場合によってはですね、これ全然終了してないこともあるかもしれないわけです。だから、まあ、そもそもこの、えっと、終了するまでに書けを行う回数の期待値っていうのは、まあ、有限で収まるかどうかすちょっと今、今のところわからないんですけども、まあ、それは何でしょうということを、まあ、聞いてます。はい。えっと、ではですね、 まあ、ああの、そういうふうにときなら、とりあえずですね、パフローラム我々かけますから、書いてちょっとシミュレーションを行ってみたと。で、これ何かというと、えっと、これ横軸、これ時刻です。これちゃんと書いてこれ横,横軸、これ時刻です。で、まあ、時刻0から始まっていると思ってください。で、えっと、縦軸が、これ所持金です。所持金で、ここ、だから N が10って書いてありますから、この10万円のところが始まっているとこういうふうに思ってください。 で、えっ、ー、と、この色違うのは、それぞれその、えっ、ー、と、違う、えっ、ー、と、パスというか、その、えっ、ー、と、違う標本になります。だから、例えば、この今、赤いの、これすごくなんか目立ってるように思いますけども、この赤いのにこう、たどっていくと、まあ、この人、その、あの、ギャンブルを行うごとに、あの、所持金が上がったり下がったりこうするわけですけども、で最終的に30万円に到達して終わるという感じですね。だから、この人なんか、途中、なんか28万円ぐらいまで、これ29かな。 8万円ぐらい上がって、ってすごくこう30万円近いところまで行くんだけども、そこからちょっとなんか負けがこっこんでですね、16万円ぐらいまで下がったりしてるという、なんかなかしんどいですけども、まあでもそこ30万円で最終的に到達してると。で、そうじゃなくてですね、この黄色い人、この人はですね、なかなかその15万円を超えることはなくて、ずっとなんか停滞してるんだけども、最終的にこう0万円で終わってしまうということにもなるということですね。で、そうするとですね、これあの10回やってるんですよ。10個違う色のこの、えっと、 折れ線グラフってなんかね、えー、っと、こういうのが見えてるんですけども、えー、そのうちですね、8回は破産してます。だからこの一番こ上の,この30万にたどっ、えー、っと到達してるのは赤いのと青いのだけですね。他のは全部この、いずれもこうどこかでこうあの0万円に到達してるとでこの。この紫さん、これ非常に早くですね、0万円に到達しちゃってますね。もう、すぐ0万円にしちゃったりしますし、なんか長いこと、あの、頑張ったけども、まあ、えー、っと、最終的に0万円に行くとかですね、こういうこともあり得ると、いうことになりますね。 で、そうするとですね、これ、あのー、まあ、この例におけると、えっと、だから、10回中破産破破を破壊してますから、えっと、10分の8。だからまあ、ま、80%の確率で破産してるとかっていう感じの、まあ、あの、ここで、ま、進速というか、推定ができるというような感じになりますね。で、えっと、先ほど言っていた、その、終わ、えっと、終わるまでの、えっと、期待値っていうのは、これは出してませんけども、だから、こ、ここの時刻ですね。このゼロ、0、 前に到達する時刻、あるいはこの30万円に到達する時刻を足して10で割ったものっていうのが、えっと、この場合はその期待値の、まあ、推計値になるということになるわけですね。で、そうするとですね、えっと、なんかずっとこのなんか10万円のあたりで、こうなんかふらふらしてずーっとこう続いてるってことはあんまり起きてない。まあ、そもそもこの10回の中で起きてないってことがわかりますね。割となんか早い段階で。 まあこれ早いと言っていいかとわか,かんないですけども、早い段階で、だから多くてもまあ300回ちょっとぐらい、300回ちょっとぐらいこの、えっと、このギャンブルを続けることで、どちらか破産するか30万円到達するかってことが起きてるということにまあなっているということがわかりますね。うん ということで、えー、っと、まあ、こういうことを、えー、っと、今から数学的に解析していきたいということになります。でですね、そうするとす、ね、これ戻るんですけども、重要なのは何かっていうとですね、そもそもですね、ここら辺のその、破産確率とか、この終了するまでに書き置く中での期待値とかっていうものを、まずこういうものをですね、しっかりと正しく数学的に表現できるってことが重要です。で、それをまずやりましょう。 で、それを書いてるのが、まあ、ここら辺からの話です。だから、まずその状況をですね、マルコフリンサとしてモデル化したいと思いますので、それをまずやっていきましょうと。はい。で、えっと、そうするとですね、まずこの状態空間っていうのが何になるかってことを、えっと、定める必要があります。で、それはですね、まあ、所持金になります。その、今、いくら持ってますでしょうと。で、ま、はじめ N 万円なので、そ,れその N っていうのが、ま、一つ状態かなと。で、えっと、一回ギャンブルを行うごとに、1万円増、 上下、増加するか減少するかってことをするので、その何万円ってその何の部分が、えっと、この状態になってた。だから0万円から 3N 万円までのその1万円刻みのその、えっと、その万円の部分だけだから0、1、2、点点点 N とか 3N ってうこういうのをまあ状態にしてあげればよいでしょうというふうにまあ思うわけです。ですかね。だから、だから、その、えっと、ガンブルを1回行うごとに、まあ、この中の状態のどれかを取るということになるわけです。 で、えっと、今後ですね、この xt とやったら t 回目の書けをした後の所持金を表すとしましょうと。いいですか ?t 回目の書けをした後の所持金です。ね。だから、えっと、x0 っていうのは、えっと、ロ回目の書けをした後の所持金ですから、えっと、一番初めに持っている、えっと、お金の量です。お金の量って言わないかなえっと、金額です。ただ x0 は n になるというふうに思ってください。ですね。で、そうすると、 えっと、X1 っていうのは何になるかっていうと、1万円増えるか1万円減るかってことなんで、N プラス1になるか、N マイナス1になるかどっちかなんです。で、それぞれが確率、えっと、2分の1で起こると。ですかね。こういうふうになってます。ですか。で、そういうことを考えると、ここに書いてあるような、こういうその状態遷移ができるわけです。何かっていうと、例えば今、6万円持ってるとしますと。 で、そうしたら次の時刻には、2分の1の確率で7万円になり、2分の1の確率で5万円になるということになるわけです。ということで、この7、6か6っていうところから、2分の1の矢印と2分の1の矢印が、1万円多いところと小さいところ、少ないところに向かっているという形になっています。で、今これは n が4の時の図を書いてるんですけども、そうすると 3n っていうのは12になります。で、0は0ですね。で、 もし、この12とか0っていうところに行ってしまったら何が起こるかっていうと、ここで、えっと、この掛けは終了になるわけです。で、終了になるってことを、このマルコフレンサにおいて表現するためにどうしてるかっていうと、マルコフレンサつまりその確率過程っていうのは、終わることなくずっとですね、時刻っていうのは、この進んでいくわけです。ギャンブル終わってもですね、時計はずっと動き続けるんです。ってことなので、1三 3n に到達したらずっと、この12、 3n, 3n. 3n っていう状態に居続けるようにすることにします。でそのために12、3n という状態からは自分自身に戻る矢印が出ていて、その確率を1とするというふうにしています。でそれは同じくこの0のところもそうで自分自身に戻る矢印があって確率は1になっているという形になります。でこれによって12いや0にたどり着いたらもうそこからは抜け出せません。っていうことを表すと。 いうふうにしています。で、そのように考えると、今考えている状況っていうのが、マルコフレンサーとしてモデル化できましたということになります。で、このようにですね、このまず状況をちゃんとこうマルコフレンサーとして、えー、と考えられるようになるっていうのは、まず一つ重要な、えー、と技法であるし、皆さんにできてほしいことになります。よろしいでしょうか。で、このマルコフレンサーを考えて、先ほど言っていた破産確率であるとか、終了するまでに、その、えっ、ー、と、ギャンブルを行う回数の期待値。 じゃ何でしょうってことを考えたいということになります。で、それもちゃんとこのマルクフレンサの状況に応じて、しっかりとその数式を使って表しているんですね。XT っていうのが T 回目の書きをした後の所持金である状態であるというふうに思ってやりましょうと。で、そうすると、今考えているこですね。えっと、量っていうのがどのように、えっと、表現できるのかというふうに書いたのはここです。まずこの最終的に0万円になって終了する確率はいくつでしょうというのを ここに書いてあるような、この,確率このように書いてある、ここの確率で表すことができます。で、これは何でしょうっていうと、ここに縦棒があるので、縦棒の右側が条件になっています。で、その、えっと、左側が、えっと、その事象ですね。 その条件の下で、どういう事象の確率を考えな、ということを考えていると。で、まず条件の方を見ると、X0 が N です。これ、あの、初めの所持金ですね。えっと、開始時点での所持金が N 万円です。という条件の下で、何の、えっと、確率な、ど、何の事象、どんな事象の確率を考えるんでしょうかってことをですね、ここに書いてます。で、最終的に0万円になるって言ってるんで、ある時刻で0万円になれば、 いいわけです。なんでかっていうと、そう、いったん0万円っていう状態に行ったら、そこからもうですね、この人あの抜け出せられない。このマルクフレンスにおいてはですね、このマルクフレンスにおいては、そこからもう抜け出せないわけですから、えっと、ある時刻 t において、xt が0となるっていう事象を考えると。で、t は、まあ一応0以上じゃなくていいので、これを0以上と書いてます。ですかね、うん こういうですね、この何気ないこういう、あの、しっかりこの、どの範囲を考えるかっていうこともですねしっかり書いてほしいと思いますね。ある t に対して xt が0となるような事象ですね。それが起きる確率はいくつでしょう。というふうに、この最終的に0万円になって終了する確率というのは書ける。という、こういうふうにですね、ちゃんとこの、正しいこの数式で書け、こういうものがですね、書けるっていうのは重要ですね。ここまでいいですかね。 で、今後ですね、この確率考えていきたいわけですけども、これはですね、えっと、文字が2つ出てきてるわけですね。えっと、ここにその t っていうのが出てきてるっていうのと、n っていうのが出てきてるというふうに言います。ただ、この t っていうのは、このある t。なので、えっと、ここの xt の t っていうのは、この中で、えっと、閉じてます。だから、えっと、ローカル変数です。ローカル変数です。で、n っていうのは、この、えっと、この問題の前に定まっている、そのグローバルな変数なわけですね。 っていうことは、この確率ってのはですね、N によって決まるということになりますので、この確率のことを今後その PN と書いていくことです、その加算確率のことを PN と,と書くことにします。いいでしょうか。はい。で、まあ、後でこの PN を求めるということをします。で、2番目ですね。終了までに行う掛けの回数の期待値なんでしょうと。で、これはここに書いてあるものになります。これちょっとまた書か書きましょうかね。これですと。 で、これは何なのかっていうと、これはなんか縦棒がたくさんあってややこしいんだけども、まあ、まずこれ期待値で、期待値の中ではここですね、このなんかカッコがあって、この縦棒があって、ここで分かれてるといううに、まずこれ見るわけです。こういうふうにですね、まずこの式があったらですね、えっと、どこでどう分かれてるのかってその構造をちゃんと理解するというのは重要なんですけども、まあ、それをまずやりましょうと。で、ここで縦棒があって、x0 イコール n という,うこれ条件があると。だから、やっぱりその、はじめの所持金は n 万円ですよという条件のもとで、 何かの期待値を考えている。この条件付き期待値になったわけですね。で、どういう期待値かっていうと、ここに書かれているものは実はこれ確率変数なんですね。で、ちょっとここだけかあの取り出して書いてみます。m a n txt が 03n。 こうですね。で、これは何かっていうと、この t の最小値ですというふうに言ってんですね。で、どういう t かっていうと、この縦棒の後の条件を満たすような t の中で一番小さいものは何でしょうっていうことを聞いてるわけです。で、xt はどういうものを満たしてないといけないかっていうあ t は何を満たしてないといけないかっていうと、xt が0か 3n であると。ですね。えっと、終了するっていうのは何かっていうと、その、えっと、 その、えっと、状態が0、えっと、になっているか 3n になっているかってうそういうことでした。だから、えっと、状態 xt が0であるか 3n であるような t を考えましょうと。で、そのような t の中で一番小さいものを取ってきます、ね。で、これは t はこれ時刻なわけですね。だから、一番早い時刻。 は何でしょうっていうふうに聞いてるわけです。で、な、何に関して早いかっていうと、その XT が0か 3L になる。つまり、えっと、その入ったらもう抜け出せなくなる状態が0か 3L になったので、だからそこに入った瞬間に、今、まあ、これ、あの、はじめの問題設定においては、えっと、我々終了、我々というか、えっと、ギャンブルは終了なわけです。ギャンブル終了なわけです。だから、その終了となるまでの,の時刻。 を聞いているということです。で、なんで最小値を取ってるかっていうと、先ほど言った通り、この XT の列というこの確率過程っていうのは、ずっと、ギャンブルが終わってもこ続いていくわけです。で、マルコフ連鎖において、続いて、こっちですね。続いていくわけです。続いていくわけです。それで今これちょっとあの、あの、映像をミラーリングしてるのに、私はこう、右に手を振ってるつもりだったんだけども、えっと、カメラの奥では左に、えっと、手が動いていたので、こっちですね。 こっちですね。えっと、で、続いていくわけです。だから、えっと、一旦0に入ったら、ずっとり12に入ったら、そこにずっと居続けるんですね。で、時刻はずっと、あの、動いていくわけです。だから、えっと、その、0か12に入ってしまった一番初めの時刻っていうのを聞きたいことになるわけです。で、その時に終了するわけだから。終了ってその、あの、初めの解釈においては終了するわけだからです。 えっと、マルク・フレンスは終了してないんです。ここはややこしいんですけど、マルク・フレンスはずっと動き続ける。だけども、このギャンブラーは、えっと、初めの解釈においてはそこで終了するということになります。ということで、このミンをつけているということになります。で、それの期待値ですということですね。ということで、この条件付き期待値として、この2番目に、えっと、計算したような点は出てくるということになります。で、これも N に依存しますから、まあ、TN。この期待値のことを TN というふうに言います。で、えっと、皆さん、あの、 えっと、しっかりと意識してほしいんですけども、この確率を計算するっていうのと期待値を計算するっていうのは、ひえっと、えっと、全然違うものです。えっと、これ、あの、この二三確率論の話、まあ、今回で最後になるわけですけども、まあ、だから6回目になるわけですけども、えっと、ちょっと今までちゃんと言ってこなかったな、よくなかったなってうふうに思うんですけども、この確率を計算するのと期待値を計算するのっていうのは、えっと、 全然違うんですね。考え方が。まあ、全然違うって言うと、あの、怒られるかもしれませんけども。えっと、特に確率っていうのは必ず0以上1以下なわけです。で、期待値は、ま、そうとは限らない。で、期待値なのがだからば、線形性がある、確率することがないとかですね。あいろいろと、なんかあ、性質は違ったりするわけですね。だから、いろんな考え方が違ったりすることもあるわけです。だけども、あの、その中で、えっと、共通性が考え方もあったりすることもあるので、でそうするとす、ね、すごく、あの、混乱するんですよね。なので、えっと、 混乱しないように、ちゃんとこう今考えているものが確率なのか、考えているものが期待値なのかってことは意識しながら、いろんな考察、考察であるとか、えー、と計算をするというふうにしてください。ではですね、まずこの PN、破産確率の方をまず、えー、と計算していきましょうということをやります。で、そのためにですね、この PN っていうのを、これは、えー、と数列だと思うことにします。すこれ数列だと思うことにました。数列の一般項。 だから、この PN っていうのを定めたいと。で、ときに、なんかその、えっ、ー、と、なんか全化式のようなものを作るっていう発想を考えたいと思います。だから今、例えばですね、えっ、ー、と、この状況、マルコフレンスにおいては、これ N が4なので、えっ、ー、と、P4 っていうのを計算したいっていうのが、えっ、ー、と、最終的な目的になるわけなんですけども、P4 を計算するために、P、えっ、ー、と、 別のものも計算しましょうということをします。で、ここがややこしいんですけども、今、PK と書いたら、所持金が K 万円であるとき、0万円で終了する確率とします。いいですかこれは、これ、これややこしいんですね。<laughs> これややこしい。これややこしいから、これ言うと、 皆さんが逆に混乱する可能性があるんですけども、でもまあ言い始めたから言いますね。PK っていうのは、やっぱり混乱するかな。これでも言います。もう言い始めたのから言います。PK っていうのは、元々の、この問題設定において N、NO、を K としたものではありません。ですか。なんでかっていうと、ここを K に変えたら、ここも K に変わってしまうわけです。だから、はじめ2万円だったら、 所持金が6万円か0万円になったら終了なんですけども、はじめがえっと4万円だったら所持金が12万円になるか0万円になるかで終了になるわけです。で、今言ってる PK っていうのは何かっていうと、この2つ N が出ているはじめの方だけを K に変えます。だから N が4だったら12万円か0万円になって終了するんですけども、その、この、 所持金が4万円じゃなくて、所持金が5万円の時に12万円か0万円になったら終了する。っていうようなことを考えます。で、その確率がここで言う P5 です,ですから。だから、このマルコフレンスはもも今一つ固定されてます。だから N は今、あの、一つ決まってると思ってください。この PN という確率を考えるときには。だからあんまり、だからこの PN って記号も良くないかもしれませんけど、でもそういうものだと思ってください。いいですかね。で、PK と言ったら、この マルコフ連ンサにおいて、えー、X0 が K であるという条件の下で、ここに書かれている事象が起こる確率というふうにします。いいですかわかりますかね <laughs> だから、このマルコフ連ンサにおいて、5からスタートして最終的に0に行ってしまう確率は何でしょうじゃあそれが P5 になります。このマルコフ連ンサによって、初めに10にいる。 としたときに最終的にゼロに行ってしまう確率は P10 になるということになります。いいですかね。ここは、えっと、ちょっと、えっと、気をつけなくちゃいけないので、今ちょっと注意しました。はい。で、そうすると、ここに書いてあるような全化式が得られます。で、これがなんで正しいのかってことを見ていきます。まず、えっと、一つ目。これ P0 イコール1。だからえっとゼロ、ロ所持金が0万円であるとき。 いいですか所持金が0万円であるとき、0万円で手術がですだから、押すると、これ、いきなり、0にいるわけですから、で、えっ、ー、と、ここに来たら、もう、ここからは、こう、抜け出せないわけです。このマルクフレンスに領いてはいいですかね。っていうことは、えっ、ー、と、もう、すでに、えっ、ー、と、X0 が0だったら、えっ、ー、と、T が0のときに、X0 が0だってるわけです <laughs> これ。だから、えっ、ー、と、この実証、これ、必ず起きてます。ということで、えっ、ー、と、このゼ0は、必ず1になると、いうことになります。 いいですかね。じゃあ、えっと、一番下、こっちの方がお返するんで、これ見ましょうと。p3n。だから、えっと、ここですね。ここに、えっと、はじめのご所持金があるとき。どうなんでしょうと。で、そうすると、ここにいたらですね、もうここからはこう抜け出せないわけです。いいですかね。いいですかね。ちょっとこれ、えっと、n が1以上っていう状況にいるな。n1 以上っていう状況 <laughs> えっと、 なので、えっと、そう、そういうことになるので、ここから抜け出せませんから、えっと、最終的に、えっと、0に行くことはありえない。ので、えっと、P3N は必ず確率としては0になるということになります。3N から0に行くということは、おあの、起き得ない確率が0になるということになります、ね。じゃあ、えっと、その間の K の場合、からここら辺にいる場合、どうなるでしょうというと、それはここに書いてある確率になります。ここですね。 で、これが全化式っぽいとです、ね。で、えっ、ー、と、これはどういう、えー、と確率なのかっていうと、えっ、ー、と、これ今から導きます。で、まず、じゃ直感を言いますね。例えば今、ここ、じゃあ、えっ、ー、と、K が8だとしますね。K が8だとすると、まあ、今ここにいるわけです。ギャンブル8万円持ってると。で、その時に最終的に0万円に行ってしまう。 のは、どういう場合に行くのかっていうと、8から、えっと、次の時刻のことを考えると、次の時刻はですね、2分の1の確率で7万円になるか、2分の1の確率で9万円になるわけです。ですかだから何かっていうと、2分の1の確率で、えっと、最終的に0に行くには、えっと、2分の1の確率で7に行ってから0に行く。ってことが起こるか、2分の1の確率で9に行ってから0に行く。ってことが起きるかのどっちかなわけです。 この8に始めにいたら。ってことなので、えっと、7に行ってから、えっと、0に行くという確率が、これです。2分の1かける P の K マイナスいや、これ、今これは K が8の場合は K マイナス1が7になってるということになります。ですね。2分の1の確率で7に行って、ここ2分の1ですね。で、そこから P7 の確率、PK マイナス1の確率で0に行く。か、そうじゃなくて、倍分けですね。そうじゃなくて、はじ、えっと、2分の1の確率で9に行って、その後、9から0に行く。 その確率が pk プラス1という形になるという形で、この pk というのが書けるというのが、この赤い枠で囲った式になっているというふうに思ってください。で、今のは、まあ、これ直感なので <laughs>、直感なので、もう少し今からちゃんと、えー、証明しようと思います。なんでこの枠,枠で囲った式、正しいのかということですね。これやっておこうと思います。よろしいですかでそれやっておくのは次のページで、えー、ちゃやってみましょうと。今、えっ、ー、と、これ pk、これ定義ですね。pk のこれ定義です。 はい。で、今、これは、えっと、x ロが K という、えっと、条件の下で、この、えっと、事象を起こる確率考えていると。で、ここで、えっと、バイオアケスです何かっていうと、X1、つまりその時刻1における状態によって、バイオアケスで落とをします。あ、その前にすみません。えっと、この、えっと、まず、えっと、これ K が、えっと、1からナス1だから、えっと、えっと、ゼロではないので、えっと、えっと、この事情ですね。 0以上の t が存在して xt が0となるということは、えっ、ー、と t が0の時には、えっ、ー、と xt0 にならないので、それを除外しても、えっ、ー、と、事象としては変わりません。この条件の下では、xyk という、えー、と条件の下では変わりません。ので t の範囲を1以上にしても、確率は変わらないということになります。はい。で、ここで倍分けをします。その次の状態です。x1。 が何であるかということに応じて場合はをします。で、それが H って今書いてあるんですけど、その H の取り得る値は0から 3N っていう、その今の状態空間の、えっと、要素ですね。おすべてを考えているというふうになるわけです。で、その条件つけてますので、えっと、えっと、それをですね、ここに、えっと、えっと、えっと、書いてると。まあこ、この等式が成り立つ。 こういうふうに書けるっていうのは、これは前回、あの、演習問題で出てきたものと同じですね。はい。で、えっ、ー、と、それでですね、えっ、ー、と、ここの部分をよく見てみると。で、そうするとですね、今こ、これここ、これがあるんですけども、えっ、ー、と、これはですね、x0 が k であるという条件のもとで、x1 が h であるっていう確率であるという,うなます。だから、今、k という状態にいるときに、その次の状態が h ですよっていうふうに言ってるんですけども、先ほどのマルコフレンサー、 の形から、k の次の状態として現れるのは、k、k-1 か k-1 しかありえないわけです。うつにすると、k、k-1、k-1 以外の h については、ここに書かれている確率は0になります。ということなので、子供において生き残るのは、x1 イコール h の h が k-1 か k-1 の場合だけになるわけです。で、それを書きましょうと。と ですね。今この x1 イコール h の h が k-1 と k プラス1だけのところが残ってここでプラスで、えっと、出てきていると。この h が k-1 は k プラス1ということですね。という形になっています。で、そうすると何がわかるかというと、今ですね、ここで考えているのは、えっと、マルコフレンサなので、えっと、x0 が k であって、 かつ、x1 マイナス、あ、x が k マイナス1であるという、えっと、条件のもとで何かが起こる確率っていうのは、その、えっと、今確率、えっと、この、えっと、二つ、えっと、時刻があるんだけども、この x0 が k であるかどうかってことは、この、えっと、条件においては、えっと、不要というか、えっと、えっと、重要ではない。日本語で何て言えばいいんだろうな。えっと、まあ、不要なんですよね。だからこれなくても、 えっと、この条件付き確率、これ変わりません、ということになります。一方で、後ろの方の確率ですね。これは、その、ま、マルコフレンサにおいて、一つ時刻が進んだ時に、その状態が遷移する確率なので、これ両方ともこれ二分の一なわけです。かね。というふうに思って、これ書き直すと、こんな形になると。ですかね。この前の部分ですね。前の部分は、今言った x0 イコール k を消して X、x1 イコール k-1 マナスだけが、えっと、条件として残ると。で、後ろの確率は2分の1だと。 で、後ろの部分はこの下の行ですね。これを同じ形で書き換えたものになっているということになります。いいですかね。ではですね、こういう残っているこの2つの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、確率があるんですけども、これは、えっ、ー、と、え、例えば前の方にと、ころでは1 K、x1 が k-1 であるときに、 ある、その1以上の t が存在して、xt が0となる確率は何でしょうっていうふうに言ってるので、これは何かというと、元々のですね、この考えてる確率の時刻が、この部分ですね、時刻が一つ進んでるだけなんです。だから、で、まあ、その k が k はそっちに変わってるっていうのがあるんですけども、つまり、だから時刻が進んでる、なんか平行移動してるだけなので、この確率自体は、えっと、 この1をですね、0にしても変わらないわけです。その時間を元に戻してあげて、その平行移動してですね、0に戻してあげても、そのいわゆるその時間の政治性ですね、えっ、ー、と、時刻によって推移確率が変わらないという性質から、ここの部分の1をですね、0に変えても、この確率これ変わらないってことになります。後ろも同じです。ってことをすると、この1と書いてあるところを0にしても変わらないと。後ろの、前のところも、後ろのところも0に変えたら変わらないという形になります。 で、そうすると、今、ここに書かれているものがですね。これが、えっと、何かいうとこれが p k c になるわけです。中の分、これが p k プラ C になるということになって、欲しかった式が得られるということになります。こうですね。いいですかということで、この pk がこれに等しいという式が、先ほど直感で説明したんですけども、確かに正しいんだこと言えるということになります。 よろしいでしょうか。で、そうすると、我々はですね、このようなですね、この PN に関する全化式っていうのがこう得られたので、これが解い,いて、まあ、一般項っていうのが分かれば、PN を見つけられるということになるんですね。で、ここで、一つ重要なことを言わないと。 これ、解くって何でしょうと。今ですね、あ、そうかじゃ、えっと、こういうふうに言うかな。皆さんがですね、今まで、えっと、遭遇しているような、えっと、全化式と呼ばれるものは、なんかこういうような形の,のものなんですね。1から始めるかな。マ、ま、ジ、あ、で書いてみる。えっと、a0 が1で、an が 2an-1-1。ただし、n が、えー、っと、1以上とかね。なんかこういうやつなんですよ。 こういうのが、皆さん、よくその前科式っていう風に考えてるもの。で、これは何かっていうと、まず A0 っていうものの値がここで1だっていう風にこに決まってますと。で、それは分かってるんだけども、じゃあ A1 っていうのを決めようと思ったらどうするかっていうと、この式から A1 が決まると。だから、えっと、A1 はこれの場合、2 1えっと、2×A0-1 で、A0 が、えっと、1だから、これは1ですよと。いう感じやこんな感じですね。で、A11 だったら、じゃあ A2 は何でしょうと。またこの式を使って、 計算すると、やっぱり1ですね、という感じで、で、順番に A3、A4、点々点っていうふうに順番に決まっていくって、こういうものを、えっと、今までよく扱ってると思うんですよね。でもですね、この上の、こういう全化式、これはですね、そういうものとは違うんですね。何かっていうと、そもそもですね、そもそもってどう言っていいのかな。まあ、そもそもって言っちゃいけないかな。そもそもって言っちゃいけない。だから、えっと、じゃもう少し言い方変ええっと、この赤い方はですね、えっと初、初期値が、 決まっていて、それによって次々にどん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 その N を増やしていたきの値が決まるっていうのはこういうような形の式になってるわけです。でもこれは違うんですね。どうなってるかっていうと、えっと、なんか P0 っていうのは決まってます。1だと決まってます。で、もう一個決まってるんです。P3N が決まってるんです。P3N っていうのはこれ決まってるんです。で、この間がわかんないんです。 かんないじゃあ、p0 から p1 は決まりますかっていうとこれね、決まらないんですね。なんでかっていうと、ここの部分は、えー、っと、ちょっとこれか、あの、書き換えると、えっと、書き換えられるかな。2分の pk プラス1イコール pk マイナス2分の 1pk マイナス1なんですね。だから、えー、っと、一つ次の値を定めようと思ったら、今の値と前の値の二つがいるんですよ。 だから P1 を定めようと思った時に、本来は P0 と P-1 がいるんですよ。でも P-1 なんてことないんですね、ここには。だから、ここに書かれている情報だから P1 決まんないんですよ。あら、ってことになるわけですね。で、じゃあこれ P1 にはこれじゃ決まんないとしましょうと。とで、決まんないとするとどうなるかっていうと、これ P2 が次なんですけども、これとこの P2 もこれ決まんないわけです。今言ったみたいに。だけども、一つ言うのは何かっていうと、P1 を使って、 で、p2 を表すってこと、これはできます。あ今とか p1 は今わかんないモードとしましょうと。で、わかんない p1 を使って p2 を表すことができます。で、それをすると p3、次のものも、 今、えっと、わかんない P1 を使って P2 を表したんだけども、その P2 を使って P3 が表せ、あ、そ、えっと、その p 二と P1 を使って P3 を表せるんです。つまり P3 はですね、P1 を使って表せる。だから P3 は P1 の式になります。それはできます。ってことをやっていくと、最終的に、えっと、この P3n-1 ってこの 3P3n の前のところ、ここまで行くんだけども、これも、この P3n-1 も P1 の式として書けるわけです。 そうするとこの P3N っていうのを P1 の式としてかけます。一方で今これ P3N っていうのは0だってことが分かってるわけです。ということで今 P3N が P1 の式。これが今なんか P1 の式としてかけることまでは分かるんだけども、それは実際0と等しいからそれによって P1 が定まります。<laughs> まあ今から具体的にやっていくんですけども、えっと、だからまあそこでちゃんと今言ったことが、えっと、どういう意味なのかってことが分かることになるんですけども、だから、えっと、この P1 はですね、この P0 だけが決まるっていうのが、この、だから左側がこう順番に決まっていくっていうような、えっと、構造になってないっていことが重要です。で、えっと、微分方程式のことを、えっと、勉強したことがあるとか、よくご存知の人にとっては、この赤い方はどちらかというと、いわゆるとか初期値問題になってるわけです。 その初めの、えっと、値、A0 っていうのが決まっていれば、その、その後の M の値が全部決まってくっていう、そういうような形になってるわけです。で一方で、上の方の、今考えているのは、えっと、その、なんか、微分方程式のような言い方で言うと、これ、境界値問題になってるわけです。 何かっていうと、この端ですね。P0 と P3N っていうのは、その端における値になっていて、その端に当たる部分の値が決まっていると。で、その、挟まれている部分の値を決めてあげ,あげましょうっていうのが、まあ、境界値問題ですね。で、まあ、初期値問題っていうのは、よくその時間発展を考えるときに、えっと、扱う問題であって、まあ、境界値問題ってのは、その、 えっと、この、なんていうのインデックスって言ってるかなそれ字が、えっと、空間を表しているときに、まあ、よく出てくるような感じになっているわけです。まあ、もちろん、その微分方程式とかにおいては、その空間と時間っていうのを両方とも、あの、扱うことはもあるわけですけども、まあ、今考えているこの上の全化式における、このそ字っていうのは、先ほどの、このマルコフレンサ、これですね、マルコフレンサのこの状態を表しているそれ字なので、まあ、まさにこれ空間なわけです。 だから、まあそういうところで、この境界値問題のような、えっと、雰囲気のある、あの、全化式が出てくるっていうのは、まあ、不思議ではないということになります。はい。という、ちょっと、えっと、具体性のないことを言っていて、あんまり良くなかったんですけども、いずれにせよやりたいのは、この全化式を解くということです。で、先ほど言ったような方針でやるんですけども、ちょっと、まあ見方は変えてやります。まあ、この方、えっと、 えっと、全化式。この真ん中の部分これもうちょっと扱いにくいので、これを扱いやすい形で書きながらやっていきます。で、えっと、これ書き直しますね。まあ、だから全体2倍して、えっと、うまく成するとこういうふうになります。ですかね。だから、pk が 2pk になるんで、それうまく分解してこういうふうに書きます。pk プラスマイナス、あ、pk プラス1マイナス pk イコール pk マイナス pk マイナス1で。そうするとこれは、えっと、右辺じゃないですか左辺ですね。左辺のこの、えっと、添え字。 を一つずつ小さくしたものが、えっと、右辺に出てきているい形になっていて、まあなんかその倒差数列のような形になっているというのが、これ嬉しいかなと思うわけです。なので、まあこの差のことを、えっと、p、9k と置くことにすると、まあこういうような式が得られますと。だから、えっと今、えっと上の式は、この式は、えっと、k が1から3。 n-1 に対して成り立ってますので、その、えっと、範囲においては 9k と 9k-1 が等しいということになります。じゃあその範囲から外れている k として、まあ、あり得るのは、えっと、k が0の場合なんですけども、そうすると、えっと、これは9が0だったら、これ p1-p0 になります。で、先ほど言った通り、p1 はわかんないので、そのまま残しておいて、p0 は今1だってわかってますから、1だとしましょうと。で、じゃあこの9 0わかっていて、えっと るので、9、あ、分かってる。90をこういうふうに打ったときに、こういう、この 9k イコール 9k-1 という、これ関係があるので、ここから、えー、っと、なんだろう、9、3n-1 がわかるという形になります。ですね。だから、この 9, 9, 9,、90も91も 93n-1 も全部この式から同じになって、それは p1-1 になるということがわかるわけです。じゃあ、これじゃマ 93n-1 って何でしょうということを考える。というのは次のページです。 ですね。で、そうすると、これ今、93n-1 が p1-1 っていうふうになってるっていうことも分かってますし、えっ、ー、と1、p1-1 はこれ90とも91これ全部等しいというふうになっているので、えー、とっと、これをかん、これをちょっと突き詰めていきましょうということになります。で、今ですね、ちょっとここは、えっと、なんでこう考えるのかっていうことはちょっと難しいかもしれませんちょっと、えっと、一応こういうふうにやってみます、えー、ここえっと、今、こ、ここの式から、えっと、p1 は1プラス90。 等しいっていとううふうになっているわけですで一方で、p1 を別の書き方にすると、これ書,書けますね。p0 プラス p1 マイナス p0 と書けます。で、今この一般項を求めたいということを考えていたので、まあ、こういうふうにちょっと書いています。これはその一般項を知ってるから、こう書けるのかもしれませんけども、まあ、これをいろいろ考えると、こういうふうに書くと都合がいいかなとわかります。で、同じように、じゃあ p2 も考えると、p2 は、えっ、ー、と、 どうなるかっていうと、えっ、ー、と、このような形で書いてあげると、まあ、こういうふうなその形の、その、なんて言ったろ、あの、解散の終わりになると。いいですかね。で、この部分ですね。この部分は上のところから、えっ、ー、と、はじめのところこれ90で、次のところ91なので、で、この2つ同じなので、まあ、1プラス290かけると。P2 は1プラス290かけるという。いうことがわかるわけです。で、同じようにやっていくと、一般的に PK っていうのは、この、 あの、この階層の部分がザーッとこう出てきて、えっと、pk まで行きますよと。で、えっと、p0 が余りとして、えっと、ここで、えっと、必要になるという形で書けます。で、そうすると、この、えっと、和の部分は全部 qi なんだけども、これ全部 q0 に等しいですよという形になって、この pk が1プラス kq0 という形で書けるということがわかります。いいですかね。この k の と、値は、えっ、ー、と、さっき言ったら 3n-1 までですね。ってことなんで、この、ま、k を 3n-1 にしてあげると、あ、3n にしてあげるか。そうですね。これ 3n にして大丈夫なのかな ?k を 3n にすると、大丈夫ですね。ここ消えますから大丈夫ですね。はい。えっ、ー、と、 そうせ、だから、前のページでは、ここは間違っていて、ここは 3n にしても大丈夫ですね。すいません。3n にしても大丈夫。なので、えっと、3n にすると、えっと、これが得られまして、えっと、この k の部分が 3n になっていると。こういう式が得られますということになります。で、我々この p の 3n が0だってことを,これっていうことを知っているわけです。で、そうすると、ここから q0 がわかります。q0 は、 この式に言うと、マイナス 3n 分の1ですかということがわかります。やりましたね。なんでやりましたねっていうか言いうと、この1プラス k90 っていうのは何なのかっていうのがわかるからです。だからこれは1マイナス 3n 分の k になります。つまり、えっと, P k えっと、pk が1マイナス 3n 分の k になります。そうすると、だからこれで言うと一般校求まりましたってことになるわけです。だから特に、 我々が計算したかった PN っていうのは1マイナス 3N 分の N になって、これは3分の2ですか。という形で計算が終わるということになります。はあ、よろしいですかね。ちょっと、これ多分書いたんでやりますね。従って Q0 はマイナス 3N 分の1で、そこから、えっと、PK が分かった。 で、特に PN が3分の2になると。だから実はこれ PN ってこれ N, N に依存しないってことになっちゃいますけども、こういう形になるということになります。よろしいですかまあちょっとここはなんかこんな感じでやってますけども、まあこれは別にあの、どうやってもらってもいいです。先、どうやってもらっても、この、えっと結論が得られればいいんですけども、とにかくこの P3N が分かっているっていう、えっと情報をちゃんとうまく使ってあげるということが重要です。よろしいでしょうか ではですね、もう一個、この、興味の対象。この、えっと、終わるまでにギャンブルを行う回数の期待値。これを考えましょうと。ですねでこれも今、同じ、えっと、ナルコフレンスを考えてるんですけども、これは、これはちょっと、あの、先ほどちょっとその PN の N の K に変えるということをやって、えっと、ちょっと反省したので、ここではもう少し、えっと、 あの、注意深い、えっ、ー、と、えっ、ー、と、記号を使ってます。だから、えっ、ー、と、pnk ってやって、ちゃんと n を残すようにしています。だから、先ほど、pn の n を k にしてしまって、ちょっと混乱したので、pnk にしてます。で、これ何か、n、ここの n はそのまんま。この n はそのまんまで、この、えっ、ー、と、初期値が k であるっていうところだけを、この k で取り出して書いてるということになります。はい。だから、えっ、ー、と、この上の、もともとこの協面の対象としていた、 対象初期値を K に変えたものが tnk です。だからそういう意味で言うと、も、えっともとの上の tn っていうのは tnn と等しいという形になるわけです。だから,ら tnk の一般項、えっと、が分かればこの tn も分かるということになるという形で、まあ、先ほどと同じように全化式に言われたものを導いていきたいということになります。よろしいでしょうか。で、えっと、まずですね、えっと、まあ、初,期初期値。 K が0とか 3N の場合。だからもうすでに、えっ、ー、と、時刻0において、えっ、ー、と、このギャンブル終わってる場合は、そのギャンブル終わるまでに行うギャンブルの回数はこれ0になります。まあす、すでにすでギャンブル終わってますからね。うん。はい、いいですかね。じゃあ、えっ、ー、と、この K が1以上 3N-1 以下の場合はどうなるでしょうという考えると。で、それはですね、先ほどと同じような考え方をするちょっと、直感的にはこれが成り立ちますと。 今、その、K という場所にいるとき、例えばその、この8っていうのは、これが K だとしましょうと。じゃ、このときに、えっ、ー、と、0か12に、えっ、ー、と、到達するまでに、えっ、ー、と、行う、その、線の回数は何回でしょう、ということを考えるわけです。でそうすると、今、いるところは、えっ、ー、と、0でも12でもないから、必ず1回は線をするわけです。 一回をセインブするわけです。じゃあ一回遷インした後には何が起こるかっていうと、この人はですね、7という、あるいは K-1 っていう状態に行くか、K プラス1っていう状態のど,どちらかに行くわけです。これ必ずど,どちらかに行きます。で、それが起こるかというと、どちらも二分の1です。二分の1です。で、K-1 に行ったらそこから0か12番で行くってことを、その繊維を重ねてやっていくので、その期待値が tnk-1 になります。いいですね。でそうじゃなくって、もしこの k プラス1の方に行ったらそこから0か12に行くまで繊を繰り返すということを行いますので、その時の繊維の回数の期待値が tnk プラス1になるということになります。で、そのそれぞれが2分の1ずつの確率で起こるということになるので、その場合分けによってこういう式が得られるということが、まあ、これ直感的には成り立ちます。 今流行るのは本当にこの式、ちゃんと何出すんでしょうかってことを、あの式変形を通して考えていくということになります。私はやってみましょう。今、これは TNK の定義です。じゃあ、先ほどと同じように、えっ、ー、と、場合焼きをしましょうと。その、えっ、ー、と、次の状態ですね。X1 が何であるかによって場合焼きをしてみましょうと。で、この時も先ほどのその、えっ、ー、と、 pn っていう破産確率を求めるときと同じように、ここにその、えー、と条件を追加したら、ここのこの確率がくっついてきますよっていう形の、えっ、ー、と、定理が成り立ちます。で、これはまあ演習問題にしてますので、実際にそうなんだってことをとあの皆さん確認してみてくださいということになります。はい。で、そうすると、えっ、ー、と、今この x1 は h っていうふう、その h は0と から 3n までの値を取るんだけども、実際 x0 が k だったら x1 としてあり得る、えっと、状態っていうのは k-1 か k プラス1しかないのが先ほどのマルコフレンスの形から分かってますから、えっと、その2つの場合だけ考えましょうというふうになります。でそうすると、この後ろの部分のこの条件付き確率、これはマルコフレンスにおける1ステップの確率なので、これ両方とも1 2分の1になります。で、この前の部分が重要になるということになります。で、例えばこの上の方を見ましょうと。 上の方を見ると、これは先ほどと同じように、この x0 が何であったとしても、この全体のここに書いてある、この確率変数の、えっと、値っていうのは、x1 が、の状態だけに依存するっていうことになるわけです。ですかね。だから、えっと、まず x0 のところから x1 のところに進むってことが起きるので、そこで必ず1っていう、えっと、えっと、ステップを取ります。 1>, 1というステップを取ります。で、それに対して、えっと、その後、えっと、その進んだ先の x1 が k プラス1っていう、その、そこからどんだけ進むのかってことを考えるっていう、えっと、期待値になるってことになるので、で、その期待値の部分が、この後ろにザーっと書かれると。 ということになります。で、これを今ちょっとここで、えー、と書くのは大変なので、えっ、ー、と、このスライドを動かすことによってお見せすると、まあ、こういう形で書けるということになります。それは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、初期状態を k プラス1として、えっ、ー、と、全体の、えっ、ー、と、えっ、ー、と、端が0と 3n になっているような時のそのステップ数の期待値で書けるという形になるわけです。 で、下の方も同様に、その、えー、と状態が K-1 に変わっているということになります。ですね。この確率は両方とも1 2分の1でしたということになります。よろしいですかね。で、これちゃんと計算してあげると、先ほど欲しかった式が得られるということになります。いいですかね。ちょっと、ここの変形をょっ,と端折ってしまった感じかもしれませんけど、あの、しっかりと考えてもらうとわかると思いますし、まあ、直感で言うと、あの、はじめのこのページの前の部分の、あの、考え方。 を、ちゃんとここではやってるということになりますので、まあそういうふうに考えてもらっても大丈夫です。で、これによって、全化式が得られたということになります。まあこんな形ですね。K が0と 3N の場合には0。で、えっ、ー、と、K が1から 3N-1 の間の場合にはこれになると。で、そうすると、まあこれ先ほどと同じように、この,の境界値問題的な、えっ、ー、と、全化式になってるという形なので、まあ先ほどと同じような形でまあ解けますと。 ということになります。で、はじめにとった通り最終的に知りたいのはこの tnn N なわけです。で、それを知るために tnk を求めましょうということになります。で、まあ、ここで先ほどと同じように、こういうあの差を作ってあげるってことをしています。で、そうすると先ほどの確率の場合には、この差が一定だったんですけども、えっと、今度はこの、あの、1があるので、それの効果によって、ね、ここにマイナス2が。 つきます。つまりですね、数れ字を一つ小さくするとマイナスに上げるという形になって、えっ、ー、と、ちょっとその全化式の形が先ほどよりはややこしくなるということになります。まあ、でも、いずれにせよ、まあ、あの、同じような形で式変形を進めていってあげると、えっ、ー、と、解けるという形になります。まあ、具体的には、この3の部分も先ほどは 9k というふうに置いてたんですけど、まあ、ここでは uk と置くことにすると、この uk イコール uk-1、マイナス2。 という式が、K が1から 3L-1 の時に得られるということになります。で、まあ、このことから先ほどみたいにこ、あの、差を取って、えっ、ー、と、やってあげると。 ということを行うと、と、これ頑張ると、tnk っていうのが ku0-k×k-1 っていう形でかけるということがわかります。だからこの u0 っていうのは今こうずっと残っていってるわけですけども、だからこの u0 っていうのが最終的に、えっと、定まります。だからこの k を 3n にしてあげたときに、えっと、この式、k が 3n ですね。という形で残るんだけども、 この tn3n、これ実際これ0ですから、そこからこの u0 が定まりますということになります。だからこれ un は、この場合は、えっと 3n-1 分の1かなあ、でしたでしたすいません。3n-1 でした。そして 3n-1 ですね。すいません。この式から 3n-1 というのは u0 の値として出てきます。ということで tnk が分かると、この u0 に 3n-1 を入れてあげればいいですよということになります。 で、入れてあげると、こうなると。ほんとですね。tnk は k かける 3n-k になって、特に k を n としてあげると、k を n としてあげると、これですね。n かける 3n-n になって、これちゃんと成立すると 2n の二乗になるという形で欲しかった量が出てきますということになります。いいですかね。なので、ここではですね、だから、あの、重要なことは何かっていうと、その、 あの、数列の全化式のようなものを作って出せるんだけども、そこで解いているその全化式っていうのが、その境界値問題のような全化式になっているので、その時には、その、一つ決まんない、あの、値がずっと残ってきて、それが最終的にこう決まりますよと。で、それが決まった瞬間に全てが求まるという形になっているということです。よろしいでしょうか。はい。では、えっ、ー、と、まとめを行うと、今、ギャンブラーの発散の設定ですね。 n 万円持ってて、最終的に所持金が 3n 万円か0万円になるまで、所持金が1万円増えるか1万円減るかという確率が、それぞれ2分の1になるようなジャンブルを繰り返す。その時には、最終的に0万円になって終了する確率は3分の2。終了するまでにかけを行う回数は、期待値として2かける L の事情というのが、数学的にきっちりと求めますということになります。えっと、初めにお見せしたシミュレーションでは、えっと、0万円になって終了する確率10分の8。 80%、5分の4だったんですけども、これはまあ3分の2だから、ちょっと、多分、10回しかやってないっていうのは、あまりにも少なかったのかもしれません。多分、もう少し、あの、たくさんやると、ちゃんと3分の2に近づいていくのかなっていう気はします。これは皆さん、もし興味があったら、実際に、えっと、プログラム書いてやってみてください。はい。それでは、このギャンブラーの破産のお話、これで終わりになります。 では、最後にですね、最後にといって、あと30分ぐらい、有限グラフ上の単純ランダムウォークの話をしていきます。で、これはですね、こういう問題です。問題というか、設定ですね。こういうですね、この有限無効グラフがあります。有限って言ってないのは、頂点数が有限だと思ってください。で、まあ、そういうのはこういうふうに G イコール V という形で書くんだったということですね。V が G の頂点集合で E が G の編集合です。 で、もえっ、ー、と、思い浮かべてほしいのはですね、このグラフの頂点の上になんかその、ま、あ人がいる、あるいはま、コマがあると思ってもらっていいです。コマが置いてあると。こんな形です。で、ですね、まあ、t イコールの時にコマはある決められた頂点いうように置かれているとします。で、えっ、ー、と、このコマがですね、動きます。このグラフ上、この、この、えっ、ー、と、辺を、辺に沿って動いていくってことをします。 で、どう動くのかっていうと、今この3っていう頂点にこのコマがあるんですけども、この3に出てる辺、3から出てる辺がこれ3つあります。あの、次数が3とかって言ったりするんですけども。えっ、ー、と、で、この3つの辺を等確率で選びます。このコマは、まあ、我々はこう、こう等確率で選びます。だからこれ3分の1ずつですね。で、それでその3分の1ずつの確率で1つの辺を選んで、その選んだ辺に沿って、えっと、コマが動くと。 ということをするわけです。で、これを繰り返す。<laughs> っていうのが、この有限グラフ上の単純ランダムウォークです。うん、で、まあ、この時刻 t においてコマの置かれている頂点のことを xc と書くことにしましょうと。だから、この、えっと、えっと、えっと、確率がっていうのを書くたとで言うと、この、えっと、状態空間が、このグラフの頂点集合 v になります。 で、そして、で、このような確率過程を考えましょうと言うとおります。で、そうすると、今いる頂点から次に行く頂点を決めるんですけども、その次に行く頂点っていうのは、今いる頂点だけからしか決まりません。今、1っていう頂点に行って、次に、まあ、4に行くか3に行くかっていうのは、これ2分の1ずつの確率で決まるんですけども、それは前に4にようが3にようが2に用がこれ変わんないわけです。今いる頂点だけからしか次に行く頂点の、 次に行く頂点の確率は、決まります。ちょっと日本語いですね。次に行く頂点への確率は、今いる頂点にしか依存しませんから、えっと、つまりこれはですね、マルコフレンサーになるわけです。で、それをこの単純ランダムモークと呼ぶと。 だから、今、ここに、そのような形、あの、マルコフ連鎖としての状態性移図が書かれています。今、1にいるとすると、そこから4にく確率は2分の1。3にく確率は3、えっと、2分の1になっていると。3にいるとしたら、1にく確率、2にく確率、4にく確率はどれも3分の1ですと。いいですかね。で、そうすると、例えばこの1と3の間、これ見てほしいんですけども、1から3にく確率は2分の1です。だけども、3から1にいく確率は3分の1です。という形で、この、なんだろうな。 一つ、えっと、二つの頂点の間を行き来する、行き来する確率っていうのは必ずしも同じではないので、それは注意をしてください。これよく間違えるので、これ注意をしてください。ですかね。で、まあこんな感じになっているということになります。いいですかそれでですね。えっと、これですね。よく使われるんですね。よく使われるっていうのは、 言い方できないかもしれません。えっとですね。一番皆さんの身近かもしれないのは何かっていうとですね。あの、Google のですね。ページランクってのはですね。あの、Google っていうのはその、あの、ウェブページにですね、あの、重要度というなんか数値をですね、うまくその、あの、あの、つけて、その重要度に応じてですね、皆さんがその、検索をした結果の順を、あの、表示する順番を決めてたり、 するんですけども、重要度っていうのを計算するときに、えー、っと、このような考え方を使っています。ただ、それはですね、ここで言ってるような、まあ、単純ランダムウォークではないんですけども、まあ、この、えー、っと、インターネットというか、その、ウェブページというか、そのウェブページ同士がですね、そのつながってる、そのリン,リンクでつながっている状況ですね、こういうその有限無効グラフでですね、モデル化するんですね。 まあ本当にさあの、無効ではないんですけども、まあ有限、有効グラフでモデル化して、で、その上をですね、このような形で、なんか、あの、ランダムウォークするような形で、えっと、考えます。で、そのランダムウォークをする人が訪れやすい頂点は、まあ重要な頂点でしょうとかですね、まあそういうふうになんか考えるっていうような考え方をしたりしています。で、まあ実際はですね、本当にこの、あの、 人とかコマを置いて動かすわけではなくてあ、別の方法を使って計算をしたりとかですね。で、あるいはこの、本当はこのこの単純なランダムウォークじゃなくて、いろんなその重要度を工夫するため,するための工,工夫、重要度をモデル化するための工夫っていうのがいろいろとあったりするんですけども、ただそこの,あの元になっている考え方はこれです。はい。で、それは、えー、っと、いいんですけども。で、そうするとですね、えっと、 あで、じゃあ、えっと、そういう、えっと、ところから出てきてるって話もありまして、で、もう一つはですね、皆さんですね、えっと、グラフってのがあった、そのなんかグラフ上の探索っていうのをですね、あの、アルゴリズム論とかですね、あるいはなんかプログラミングツール論みたいな、あの、授業で、えっと、勉強したことがあるかもしれません。で例えばですね、あの、幅優先探索とかですね、深さ優先探索とかっていうのがあって、それをすることによってですね、このグラフ、 有限無効グラフのすべての頂点をなんか、あの、見つけたいとか、たどりたいとかっていうようなことがあるかもしれません。で、まあ、それによって、なんか、あの、頂点を発見するとかっていうことを、まあ、やったりするってことがあるわけなんですけども、えっとですね、そういうのはですね、実際にこの,あの実装するとですね、この有限グラフのすべての情報を知らないといけない。あるいはですね、えっと、その、まあ、幅優先探索でも、深さ優先探索が でもそうなんですけども、探索済みの頂点にですね、印をつけるっていう操作をしたりしますで。そうするとですね、えっと、メモリにですね、このグラフ全体をですね、格納しなくてはならない。あるいはそのメモリにですね、その探索済みであるという印をつけてるだけで、そのグラフの頂点数でですね、同じぐらいのメモリの量が必要になってしまうということになります。 で、そういうことをですね、先ほど言っていたような、なんかインターネットのウェブページ全体とかでやろうと思うと、それだけ,それそれだけでですね、えっと、コンピューター上にですね、えっと、世界中のウェブページと同じ数だけのですね、メモリあのの、同じ数に匹敵するようなですね、メモリが必要になってしまうということになってですね、そういうことはですね、普通の,、P、あの PC とかですね、普通のコンピューターではこれできなくなってしまったら困るんですね。ですが、 この単純ランダムウォークっていうのは、そういうその全ての情報とかですね、その印をつけるっていう必要がないんですね。なんか、このフラフラ動いて動いて、いてなんかこう探索をするってことしかしないわけです。なので、えっ、ー、と、そのフラフラ動くっていうのは、今自分がいる頂点とそこからつながっている頂点、あるいは辺の情報だけを持っていれば、このですね、あの、線ですね、はこれできるわけです。 だから非常にその中に、あのグラフとか、そのネットワーク全体の情報を知らなくても、その一部分の情報だけをえっと知ってるだけで、この操作っていうのは、そのインターネットのウェブページ上とかでできます。ので、えっと、先ほど言ったような問題点、つまりその全てのウェブページの数に匹敵するようなメモリーを使わなくてもよいっていうような、えっと、利点があります。しかし、えっと、 これによって、このなんか、すべてのこの、あのネ、ネットワーク上のなんか、すべての頂点をなんか、網羅するとか、えっ、ー、と、ある頂点に行きたいなと思ってるんだけども、その経路を発見するとかっていうことが本当にできるかどうかっていうのは保証はないわけです。この、えっ、ー、と、コマっていうのは確率的に動いているから。ですかね。ということで、まあそういうこともあるので、なんかある、なんか目的の頂点はあるとして、そこまでの経路を実際こう見つけたい。この、あの、ランダムウォーク、単純にランダムウォークによって見つけたいとします。 その時に、えっと、実際にその見つけるまでにどれぐらいその歩く必要が出てくるか、歩くことになるのかってことを考えたいというふうなことを思って、次の、えっと、量を考えます。で、これは、えっと、到達時刻と呼ばれるものです。で、これは、えっと、今からここで定義をするんですけども、えっと、直感的に言うと、U という頂点から V という頂点に行きたい。 この単純ランダムウォークの上にいて、寄っていきたいと思ったときに U から V に到着するまでに、この単純ランダムウォークが費やすステップ数のことです。で、それをこういうふうに書いてます。で、今それを、はい、頂点 U と頂点 V があるんですけども、頂点 U から頂点 V への到達時刻ということを言ってます。 でこれは今、タウ UV と書くことにしてますけども、まあ、この,あの記号が一般的なわけではなくて、ちょっとこの講義ではこれを使ってきます。でそれはここに書いているような、えー、と量になります。で、何かというと、X0 は U です。だから、あの初期時刻、X0 においては U にいますと。で、XT、時刻 T においては V にいます。という条件の下で、で、という条件を満たすような T、0以上の T の最小値です。 だから、えっ、ー、と、はじめは U にいるんだけども、えっ、ー、と、時刻 t において V に到達していってほしいと。で、そのような t の最小値は何でしょうと。で、これは、えっ、ー、と、確率変数です。実際にその、実際のこの歩き方によって、えっ、ー、と、この値は変わってくるわけです。ですかね。で、えっ、ー、と、考えたいのは、 えっと、ここでからやるのはこの期待値です。この期待値を実際に、えっと、いろんな、えっと、まあ、二つなんですけども、二つの、えっと、ネットワーク、あるいは有効グラフじゃなくて無効グラフにおいて計算してみましょうということをしようと思います。ですかね。で、ちょっとま、あ中があって、まあ、ここでは、この到達時刻、これ確率変数と定義してるんですけども、この確率変数の期待値のことを到達時刻と呼ぶこともあります。で、あと、この t を0以上とせずに1以上とする場合もありますと。だからま、一歩は動かなくちゃいけない。 とする場合もあります。というのを一応,一応言っておきますけども、でもあの、この、えっと、話では t は0以上にしておきます。はい。ではですね、あ、いいですかね。そういうものを考えます。では、えっと、ここで考える問題。今ですね、こういう2つのグラフがあるとします。で、えっと、これ両方とも頂点数 n のグラフです。左のグラフは一本道。一本道です。一本道。で、右のグラフは何かっていうと、 ここに、えっと、二つの辺が出てるんですけども、それ以外はいわゆる完全グラフといって、この n-1 頂点の間は全ての頂点間に辺があると思ってください。それを完全グラフと言ったりします。で、えっと、全体頂点数はこれどちらも n です。で、これで1から n まで、1から n まで、1から n まで行きたい。先ほどのその単純ランダムウォークを使って行きたい。で、その時の、えっと、到達時刻を考えましょうと。だから、えっと、1から n に行くのに、 えっと、まあ、だから、ふらふら歩くわけです。なんか、だから、まあ、うまくいけば、えっと、N-1 歩でいけるんですけども、そうじゃなくってこ、例えば、この3人いる人は、えっと、2分の1の隠れて、2に戻ってしまうかもしれない。わけなんで、まあ、一直線に、この、えっと、何もよ、よどみなく、1から N に向かうことは、まあ、な、なくって、もしかしたら、このがふらふらしながら、N に行くということになるかもしれないと。で、そのような到達時刻の期待値。 と、えっと、右のグラフにおいて、位置にいる人が、なんか、ここら辺、なんか、ふらふら動いて、なんか、えっと、こういうふうに、最終的に N に到達する。までの時刻の期待値。どちらが大きいでしょうか,だかどちらが時間かかるでしょうか ?1 から N に対応できに。わかりますかねヒントを言いましょうね。今ですね、左の方はですね、1から N まで。これ、まあ、一直線で、並んでるわけです。 だからそういう意味では左の方が N になんか到達しやすそうな気がする。だけどもまあ真ん中のたりでフラフラする可能性もこれあるわけです。で、まあフラフラしなかったら N-1 歩で取り付けますというような形になってますね。一方ですね、これ右の方は1から N までよどみなく、えっ、ー、と、進んでいけるんだったら必ず散歩できます。N が何だろうと散歩できます。 ただ、本当にこの三歩で行くってことが簡単に起こるんでしょうかっていうその確率の問題があるわけです。で、そういうちょっとこの、なんだろう、うせめぎ合いがあるわけですね。何を言って攻せめぎ合いというのかわかんないですけども。だから、えっ、ー、と、これパッと見ただけでですね、このどちらが大きいのかっていあの言い当てるのはですね、なかなか難しいかなっていう気がします。はい。で、実際に今からこの2つを計算していこうと思います。 じゃあ、まず、頂点数 n の道の方からやっていきますね。で、今、じゃこの頂点数 n の道をやるんですけども、だからやりたいのは、えー、っと、この1から n に向かっていくるんだから、この1 n っていうこの到達時刻の期待値を考えたいということになります。で、そうすると、ここがポイントですね。グラフの形状から次が上がる。今、このタウ1 n 1から n に行こうと思ってるんです。で、そうしたら、まず1の 1>, 1から n に行くには必ず2を経由する必要があります。で、2まで行ったら必ず次3を経由する必要があります。で、3まで行ったら次4を経由する必要があるわけです。って感じで、タウ 1n っていうのはまず1から2に到達するまでの時刻に2から3に行くまでの時刻次3から4まで行くまでの時刻点点点 n-1 から n に行くまでの時刻 でこれらを足したものになりますよということがわかります。このグラフの形状から。通らなくちゃいけない頂点を順番にこう並べているということですね。ということは、期待値はどうなのかっていうと、この期待値の先見性から今知りたいのはこれですね。タウ 1L の期待値なんですけども、それはここに並べた確率変数の期待値の割りになります。つまり、知りたいこのタウ 1L の期待値を、えー、と知るためには、この一つ一つの期待値がわかればよろしいと。 ということになります。この一つ一つの期待値は、えっと、一般的にタウ、i、i プラス1。ただし、i は、えっと、1、2、点点点、n-1 という形で書けるわけです。ただ、これさえ分かればよいと,ということになります。だから、まあ、これを計算しましょうということになります。よろしいですかあ、今書いたか、これですね。じゃあ、これを計算しましょう。 で、またこれはですね、全滑艇を作ります。じゃ、まずですね、えっ、ー、と、タウ1に1にいるときに2に行くまでにかかる時刻はいくつでしょうというと、1にいたらこれ確率1で、次の時,時刻には2に行きます。だから1から2には必ず一歩で行きます。から、タウ1二の期待値は1になります。いいですかでは次。タウ ii プラス1は何でしょうと で、これは先ほどもちょっとあの、これちゃんとした計算はしないで直感でやります。今、i という状態にいるとします。で、この人は、えっと、確率1 2分の1で I、i プラス1に行きます。で、確率1 2分の1で I、i マイナス1に行くわけです。いいですかそうすると何が起こるかっていうと、確率1 2分の1で i プラス1に到達して、終わります。この i、i プラスだから、i から i プラス1に到達するまでにかかる時刻は、確率1 2分の1で1になります。 かでそうじゃない場合、確率2分の1で i-1 戻ってしまいます。で、そうしてしまったら何が起こるかっていうと、i-1 から i プラス1に到達する必要ができるわけです。最終的に。つまり、えっと、2分の1の確率では、まず一歩 i-1 までに進んで、そこから i-1、そこの i-1 から i プラス1に、えっと、到達するまでの時刻を足すということになります。で、それは、えっと、期待値の線形性から、ここにその i、-1 から i プラス1、 への到達時刻の期待値が出てくるという形になります。よろしいですかで、今ここにその i-1 から i プラス1への到達時刻の期待値ってが出てきてるんだけども、これはだからその2本分の、えっ、ー、と、到達時刻なんですね。で、えっ、ー、と、これは先ほどのその分解する話のことを思い出すと、えっ、ー、と、I、i-1 から i までのタウの期待値と、えっ、ー、と、i から i プラス1までのタウの に分けられるという形になりますいいですかね。で、それを使ってここ書き直すと、まあ、こんな形になると。何かっていうと、えっ、ー、と、この1の部分は1。二分でシャツ、リム1なので1が出てきて、後ろの部分を先ほどのように分解すると、ここが出てくるという形になります。で、そうすると、これタウ ii プラス1。 と、タウ i 1一っていうのが出てきてるので、これ二交換全化式になってるっていうことがわかります。だから、まあ、整数はこんな感じですね。つまり、えっと、添え字を一つ減らすと、プラスには出てくるという形の全化式になってるということになります。なので、まあ、この、例えばですね、この e タウ i イプラス1っていうのを ai と、ま、置くと、今、こういう全化式が得られたってことになります。 タウ1、2の、えっ、ー、と、対1は1でしたと。で、それやるときは2プラス A マイナス1になるということで。で、これははり、あの、普通の等比数列。等皮数列頭鎖数列。数列ですから、まあ、一般公式に皆さんわかると。何かっていうと、任意の i に対して Ai は 2i マイナス1になるということはわかります。つまり、 そうですね。えっ、ー、と、このタウ i i プラス1の期待値は 2i-1 ですよ、ということになります。で、これの和が1からルまでの期待、えっ、ー、と、到達時刻の期待値になるというふうに言ったんだから、れを計算しましょうと。タウ 1L の、えー、と期待値っていうのはこれらの和ですと。で、1個1個は 2i-1 ですよと。で、まあ、これちょっとちゃんと、あの、シグマ計算してあげると、n-1 の2乗になるということがわかります。まあ、これは皆さんできると思うので、やってください、ということになりますね。 はい。で、これによって、この、えっ、ー、と、道の場合、1から n まで、えっ、ー、と、あの、ゆらゆら動きながら進んでいくと、n-1 の2乗という、えっ、ー、と、ステップ数で、期待値の意味で到達できるということがわかりましたということになりました。はい。いいでしょうか。ではですね、同じようなこと。この完全グラフに2つをくっついてる、こういうグラフでやってみましょうと。で、これここで、1から n に、 行く到達時刻の期待値を計算しましょう。でそうすると、先ほどと同じように、1から n に行こうと思ったら、必ず n-2 と n-1 を経由しなくてはいけないということになってますから、このタウ 1n の期待値というのは、先ほどと同じように、えっと、このタウ 1n-2 の部分と、タウ n-2n-1 の部分と、タウ n-1n の部分の、えっと、3つに分けられるということが分かります。だから、期待値もここで分けられるということになる。 ので、この3つのですね、値が分かればよろしいということになります。で、これを順番に計算していきましょうということになります。よろしいですかはい。で、それやっていきます。じゃあ、まず、タウ 1n-1 から n-1、n-2 に行くまでの、えっと、到達時刻の期待値を考えましょうと。はい。 じゃあ、まずそれですね。で、いきなりこれ式を書いてます。で、これはどういうことかということを言いますね。今ですね、えっと、私は1にいますと。細かい1にいますと。で、じゃあ、ここからですね、n-2、ここにたどり着くクイはいくつでしょうということを考えます。でそうすると、今ですね、この部分ですね、この左のこの関数グラフの部分、ここには n-2 個頂点があるので、1という頂点から出ている辺の数、これは n-3 からわけです。 ですからだから、この n-3 個の、えー、と辺がと同じ確率で選ばれるということになります。つまり一、一歩で n-2 にたどり着いて、このえっと到達時刻のプロセス、n-2 にたどり着くまでの繊維の数が1で収まる確率は n-3 分の1です。それが今ここに出てきてます。そうじゃない場合。 他のところに行く場合、それは2であったり3であったり、N、n-3 であったり、これ全部違うんですけども、例えば、まあ、どっかに行くわけですけども、そこに行ったところの状況を見てみると、これはですね、この i があたかも1と同じであるような働きをしてるわけです。1にいるコマと、この i っていう場所にいるコマが見てる景色は変わらないんです。何かっていうと、ここからはこの n-3 個の辺が、 出ていて、その n-3 個の辺のうちの1つを選ぶと n-2 に行けて、他のところはまたその完全グラフのある頂点に移動するって形になってるわけです。ですかだから、この n-3 個の辺のうちの1個じゃない n-2 個を選んだ場合、そしたら n-4 個、n-4 個を選んだ場合、すみません。n-4 個を選んだ場合は、 えっと、まず一歩進むんだけども、一歩進んだ後に見えている景色は、1で見ている景色と同じなので、そこから n-2 まで行くのにかかる時間の期待値は、タウ 1n-2 と同じですよ、ということになります。いいですかそうすると、こういう式が得られるわけです。で、これはですね、全化式ではありません。ここに出てきている、 期待値はどちらもタウ 1n-2 であるので、ここからタウ 1n-2 というのが直接求まります。で、整理して計算をすると、こんな形でタウ 1n-2 っていうのが n-3 だということがわかります。つまり、1から n-2 に行くまでにかかる時間の期待値は n-3 であるということがわかります。いいですか じゃあこれここまでです。じゃあ次、じゃあ n-2 から n-1 に行くのにはどれくらい時間がかかるでしょうかってことを考えます。で、それもここにちょっと無四をいきなり出しちゃってます。で、どう考えるか。今 n-2 っていうところを見てみると、ここに繋がっている辺の数はいくつあるかっていうと、左側には先ほどと同じように n-3 個あるという形になっていて、で、右側に1個あるので、これ全部で、全部でこれ n-2 個あるわけです。繋がっている辺が。 で、そのうち一つを選ぶと、直接 n-1 に到達して終わります。だから n-1 の確率で、この、えっと、到達時刻は1になります。そうじゃない場合は、えっ、ー、と、この n-2 から、この n-3 個の辺のどれかを選んだ場合になりますで。そうするとどっかに行くんですけども、行った先っていうのは先ほど言った通り、この1に行った時と同じような見え方をするわけです。このコマは、コマはね。 で、そうすると、そこからまた n-1 までう動かなくてはいけないということになります。つまり、えっと、n-2 分の n-3 の確率で、一歩動いて1に行き、1からまた n-2 に行って、なおかつ n-2 から n-1 に行くということをやらないといけなくなります。よろしいですかという形で、この式が出ます。で、我々はですね、このタウ1、 n- の二待値っていうのをこれす、すでに知っています。前の記事見てみましょうね。これ n-3 です。だからこれ n-3 です。で、そうするとこれを入れてしまうと残ってるのは、このタウ u n- に n-1 の二待値。なのでここから、タウ u n- に n-1 の二待値が直接計算できます。す計算してあげます。そうすると、ま、こんな形で、 そして、計算できる。まあ、この細かい計算は皆さん、あの、実際にやってみてもらって、ここに書いてある式と、まあ、一致するのかどうかってことを確かめてみてください。はい。で、これで、まあ、この e の n-2n-1 は計算できましたと。n-2 から n-1 にたどり着くまでの到達時刻が分かったと。期待値が分かったと。 最後に、じゃあ n-1 から n に行くまで、ここを計算しましょうと。で、n-1 にえと接続している辺の数、これ2だから、ここは割と考えやすいわけです。これやってみましょうと。2分の一の確率で n にって終わる。1。で、そうじゃなかったら n-2 行くんですけども、そうしたら n-2 から n-1 を通って n2 がなくちゃいけないから、n、n-2、n-1 の期待値と、n、n-1、n の期待値っていうのを1に足してあげればいいと。 そうすると、先ほどと同じように、この n-2n-1 の到達時刻の期待値、これも2日に分かってるわけです。で、それを入れてあげれば、この2つ同じですから、それが直接計算できるという形になります。じゃやってあげると、まあ実際これも計算は大変かもしれませんけども、やってあげるとこういう形で出ると。ですね。で、そうすると今、この3つの部分に分けた、それぞれの 到達時刻の期待値が分かったので、その和として全体の1から n までの到達時刻が出てきますということになります。はい。で、それを今足しました。ここで、ね。ス3と、なんたら何たらなんたら簡単。これ足すと、まあこれ展開して足すだけですけども、2n2 乗マイナス 9n プラス13になるというふうに、こういう3と計算ができます。さて。で、これで、まあこの完全グラフに、あの、長さにの位置がついてる。 場合がわかりましたということになります。いいですかね。ではですね。じゃあ、これと、えっと、頂点数 n の道の、えっと、到達時刻、何だったかと,とこれ比べてあげましょう。えっと、それは、えっと、n-1 の二乗でした。だから、道の方場合は、これは、ま、あ展開すると n の二乗マイナス二乗プラス1ですね。こちら側で、えっと、この完全グラフに違く映ってる方、これこっちですね。二の二乗プラス、マイナス9乗プラス十乗した。だから、 これは、えっと、右の方が1から n に行くのの時間が、えっと、まあ、期待値にかかってしまうということが分かりましたということですね。で、まあ、これがですね、皆さんの、あの、直感に合ってるかどうかっていうとは、えっと、皆さんと初めにどう予想したのかにも依存するんですけども、まあと、とにかく、まあ、この、何かっていうと、この左のグラフっていうのは、えっと、この右のグラフ、右のグラフは、 右のグラフはこの左のグラフに辺を付け加えることによってまあできるグラフなわけです。で、なんかその辺を付け加えると、先ほど言っていたそのなんか到達時刻っていうのは、もしかしたらなんか1から n に行きやすくなるから、到達時刻は減るんじゃないかなっていうような気がするかもしれませんけども、そうとは限らなくて、まあ、この例,例のように辺をまあ付け加えることによって、到達時刻の期待値が大きくなるってこともあり得ます。 ので、なんか皆さんなんかこういうそのなんか変を付け加えることによってなんかいろんなものを制御したいっていうふうに思うことがあるかもしれません。まああるいはその変を取り除くとかですね。いうことによっていろんなものを制御したいってことがおあるかもしれませんけども、それによって、その今考えているシステムはですね、どういうふうな振る舞いを、あの、振る舞いをするのかってことは、 あの、皆さんの直感と反したような動きをする可能性が、こういうその確率的なシステムにおいてはあるかもしれませんので、そういうことはですね、十分に気をつけて、あの、設計をしたり、解析をしたりするというふうにしてください、ということになります。はい。ではですね、最後、まとめをしましょう。今回は、マルコフレンさんに関連する2つの、えっと、話題、キャンブラーの破産。 っていうのと、有限グラフ上の単純ランダムウォークという話をしました。で、特にですね、この有限グラフ上の単純ランダムウォークの話っていうのは、今回はこの到達時刻って話を、あの、ご紹介したんですけども、あの他にもなんかいろんな、その、尺度というか、あの、評価、えっと、方法っていうのがあったりしますし、それはその、この有限グラフ上の単純ランダムウォークっていうものをどのように、あの、使っていろんなシステムを設計したりするのか。 ということにも依存したりするので、その用途用途に応じてですね、皆さん、あの、いろんな道具を使って解析できるようになってくださいというふうに思います。はい。では、これで今日の授業は終わりになりますし、えー、っと、この半年間の授業も終わりになります。ありがとうございました。